はバジアンタミストレキと申します。超人予備校と言いますと、あの超人を目指す劇団なんですけれども、一言で説明しにくいお芝居やっております。一応コメディではあるんですけれども、あのちょっとね、あの人に頼んでセールストークみたいなね、ポイントを上げてもらったらほとんど悪口みたいなことばっかり言われます。はい、的を得てるのに悪口みたいにね、はい、なぜです。そういう超人予備校がですね、皆さんはほとんど人参というお芝居です。絵とにこだわっております。うさぎ年に描きました。説明できませんね。説明できないので見てください。一言だけ言うなら、あのね、あなたの価値観とか常識をちょこっとだけ変えるようなお芝居やってます。私6月に道頓堀、9月に東京池袋の方に行きますので、それまでにほとんど人参を見てください。いきますよ。友達以上人参未満、はい、次。